リンゴ狩り画家の息子たち。ボリスとアレクサンドル・レオニード・オシポビチ・パステルナークは、ロシア帝国の印象主義美術の画家。ウクライナ出身。詩人ボリス・パステルナークの父親でもある。オデッサで宿屋を営むユダヤ人の家庭に、六人兄弟の末っ子として生まれる。幼い頃から絵を描き始めるが、絵が学問の妨げになることを恐れた家族から、諦めるようにと説得された。 しかし、7歳の時に、パステルナーク少年に、最初の被護者がつき、パステルナーク少年の絵を買い上げてくれるようになる。もっともその人物は、町の洗濯屋であった。1881年から1885年まで、モスクワ大学に在籍し、当初は、医学部に在籍するも、後に法学部に編入した。ついに生涯を芸術に捧げる決意をし、1887年に、 ミュンヘン美術アカデミーに留学する。ロシアに戻ると、2年の間、砲術隊に徴兵された、あと、やっと1889年に画業に専念することができるようになる。初めて展示された作品が、当時ロシアで最大のスポンサーであるバーベル・トレチャコフに買い上げられるなど、非常に幸先良いスタートを切った。やがて人気の画家となり、ポレノフサークルの一員と呼ばれるようになる。 1889年に著名なピアニストのロザリンダ・カウフマンと結婚。レオニード・パステル・ナークは印象主義者を自ら持って認じた最初のロシアの画家である。1880年代から1890年代までのロシアではそのように宣言すれば芸術家が人目を引くに足りたのである。彼はまた移動派やロシア美術家連盟の同人でもあった。 ヤースナやポリアーナで数ヶ月を過ごした際に、レフトルストイと親しくなり、この文豪の肖像画をふんだんに描くとともに、戦争と平和や復活に差し絵も寄せている。1900年には、パリ万国博覧会に、トルストイの小説のための差し絵を出品して、表彰されている。1905年には、帝国美術アカデミーの会員に選出もされ、モスクワ絵画、彫刻、 建築学校の教壇に立った。1921年に固めを手術することが必要になり、ベルリンで手術を受けるため、夫人と二人の娘を連れてロシアを去った。ボリスとアレクサンドルの息子二人はロシアに残った。手術が終わると二度とロシアに戻らぬ決意を固め、そのままベルリンに泊まった。1938年にナチズムの脅威を逃れてイギリスに渡り、 1945年にオックスフォードで他界したありがとうございます。